はい、ということで挨拶から、はい、どうもこんにちは、底辺の王と書いて帝王というのも新帝王です。はい、この時間は、平日夜にお送りしているファイナルファンタジー8のレベル100縛りプレイのための、下準備ということで、レベル上げ作業も配信をやっていますんで、よろしければご覧になってください。はい、ということで早速始めましょう。真面目です。どれぐらいでしたっけ、50ぐらいまで上がったんでしたっけ、どれぐらいですかね。あと、やっぱりあとね、7、8時間ぐらいはかかるんじゃないかなと思うんですが、まあ昨日ちょっとね、無駄に寄り道とかしたせいもあるんですが、まあなんだかんだ言ってここが一番いいと思うんですけどね。他に誰かね、今見てるリスナーさんで、ここでレベル上げするならこっちの方がおすすめですよっていうのをなんかね、どっかご存知でしたらね、ぜひとも教えいただけるとありがたいんですが、何が、あ、そうですか。ファイナルファンタジー8やってないからさっぱりわからん。わら、ね、夜勤病と。どういうこと？ごこむさんいらっしゃい。何ですか？いや別にゲーム違いますよ。これ FF8 ですから。これ先制取れ、いや攻めちゃうかな。わこ、はい、どうも、カタカタさんいらっしゃいませ。はい、まあ、ファイナルファンタジー8はドミノでお送りしてるレベル100リシバリクリアのために、今ね、リナとアバインのレベルを100に上げる作業配信やってます。はい、ね、FF8 お詳しいんですけど、ちょっとね、今ティンパあたりでね、デブラーでしてるんで、どっかおすすめの狩り場とかあったら、あくまでね、デブリ100に最速で開けられるようなとこ、どっかご存知だったら。昔調子に乗ってレベル100にして心折れてから何も言えない笑。そうなの。リムルダールあたりでワグメたかればいい。それ別のゲーム。心折れたね。だって、いや僕も確かに、ね、ラグナロク手に入れないとツイス。ラグナロク手に入れないとツイスってラグナロクってあれですね、ね、飛空艇っていうかね、エイトの飛空艇の名前ですね確か。まだね、一定リスク1のね、序盤ですからね、低手なんか手に入らないし、やっぱ地道にレベル上げするしかないんでしょうかね。あー、まずい。小体重、小、ガーディアンポス3回使っても死なないとか、だいぶレベル上がってきましたね、敵さんも。オスオス。はい、どうも、HA さんいらっしゃい。やっぱこいつらかもう逃げた方が早いのかな。
東大卒巨根の帝王さんはこう、はい、コード使うタイミングいつですか？いらっしゃい、使えませんよ。使うとね、まあ、あれだから。あと、今50レベル、ね、自力でありますから。なんか約1名ひどい名前がどこに、いや僕はつけたわけじゃありませんからね。リスナーさんがつけてってリクエストがあったから、いやちょ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 、これこれもありますね。どうしようかな、雑魚的な攻撃ってレベルじゃないですからね。まずい、また来た。壁にでも話してろ。何も言ってません。14個目さんいらっしゃい。何も話してないでしょ。無口だったでしょ。
モルタル。今日も綺麗だよ。誰始めるがよい。はい、16個目さんいらっしゃい。もう始めてますけど。エビとの臭い木ってあんまり脅威じゃないんですかね。よくわかんないですけど。わこ、作業枠増やして忙しいアピールがうざい放送はここですね。いや、別に。ジェナコムさんいらっしゃい。別に作業枠増やしててか、まあ増えちゃったって方がね正確な表現ではあるんですが、別に作業枠あれしたからって別に忙しいってアピールはしてないと思うんですが、でもねこれ FF8 のねこの作業も終わればねまたねだいぶ楽になるでしょうから、そしたらね別に作業枠じゃなくてもねゲーム枠ねもう一つ、まあ、例えばね、あの、夜の土日の桃鉄みたいな感じでね、土日の昼専用のね、なんか枠設けてもいいかもしれませんよね。いや、ちょっとこいつ、これが嫌なんだ。やめて、これ。モーション長いし、ダメージ痛いし、なんの、音もね。さよう、いや、さよう。また、もうちょ、やめて。なんでこいつこんな素早いっていうかね、こんな何回も何回も攻撃できるんでしょうね。ちょっとイカサマすぎません？インチキっていうかね。あいつ嫌いだわ。サンジさんはもう15時間くらいやってる。ああ、みたいですね。なんかね。うん、別にだからって僕は別にね寝ないわけやるとかそういうあれはありませんからね。別にサンジさんはサンジさん、僕は僕ですから関係ありませんからね。いやー、こいつもだんだんうざくなってきたな。こっちのキノコは弱いからいいんですけどね、すぐね召喚アタックで。でもこいつも先制されてね、こんなスリプリとかされたらちょっとうざいっていうか、もうだから作業は減らす努力しろ。だから今、だから減らそうとして今こうやってね作業して終わらそうとしてんじゃない。これもあとね、まあね、めんどくさいけどあと10時間ぐらいあればねさすがに終わるでしょうかな。切れてるの？いや切れちゃいません。こんなことでいちいち切れしたらね、こんなゲーム配信なんかやってられませんよ。枠の時間が短い。短いね。なんで？まあね、まあ、これちょっとあれか、どうしよう、これちょっと、まあ、30分ぐらいなら延長してもいいかなと、ね、早く終わらせるって意味でも、まあいいや、30分延長しましょう。まあこれなら2時間やればね、まあ1回12、3上がれば、うん、まあ4回やれば、うん、終わると思いたいんですけどね、うん、
ドラクエの方はね、さすがにね、30分ぐらい延長したからってね、ね、あ、まだね、残り時間かなり先があるからあれですけど、うん、こっちはね、確かに延長すれば、ね、もうちょっとでゴール近いですから。ところでカマトトをググりましたか？え、ああ、いや、調べてないっす。意味ですか？え、カマトト？大体10レベあたり何時間くらいですか？10レベあたり、そうですね、大体、うん、1時間半ぐらいですかね。ね、このゲームね、一応どんなにレベルが上がってもね、次のレベルまでのね、必要経験値は一律ね、1000で変わらないんで、こっちのレベルっていうかね、レベルが上がってもね、ペースは変わらないですからね。こいつは逃げよ、逃げよ、もう逃げよ。絶対倒す手間の方が経験値多くもらえても、逃げた方が効率いい。許して。かまととは、かまととはよく知っていながら知らないふりをすること、うふらしく振る舞う女性に対して持ち。なるほど、かまととのかまは何、かまぼこ、ととは幼児語で魚のこと、何、え、かまぼこが魚から作られることを知らないふりして、かまぼこはととからできているのと、わざとらしく聞いたことから生まれた。いや、まずい、まずい、ちょっと、ドラゴンクエスト5の時間よりファイナルファンタジー8の方が長い。なんでですか、いいじゃないですか。ドラクエ5はまだまだいっぱい配信ね、時間もうちょっとね、長くお付き合いしたいんですよ、リスナーさんと。だからあえてね、一日の時間を短くしてんですよ。終わりをね、ちょっとでも先延ばししてんですよ。それが僕の本音ですからね、リスナーさんとね、ドラクエ5終わったらね、お別れになっちゃうかなって思うと、ね、僕もね、寂しいものがありますからね、少しでも、ね、リスナーさんとご一緒したくて、あえて短くしてるんですよ。あ、そう。シガカマトとかよ。なんでですか、何がかまとって。そういうあれなんだ。へえ、かまぼこから来てるんですね。面白いですね。ここからかまとって、へえ、じゃあね、リナもね、知ってるのに知らないふりっていうことですかね。何を知ってて知らないふりかは知りません。忙しいアピールがあざといなぁ。なんですか、そんなに忙しい忙しいって言ってないでしょ。てか実際スケジュールはちゃんと待ってるでしょ。今日だってね、寝るまで、僕この後ずっとゲーム配信ですよね。裏でやっとけばいいのに、枠時間縮小してサボっているじゃないか。ね、だって裏でやっとけばって言ってね、裏でやったらどうせね、みんなね、リスナーさんにね、チート打つとかってね、どうせ言われるんですから。ちゃんと配信してね、不正してないって
習をねあれしないとダメですから、だいたい裏でやろうがね、配信でやろうがね、どのみち忙しいっていうかね、時間が短くなるってわけじゃありませんからね。仮にこれをね裏でやったからとしてもね、僕の配信時間がね増えるってわけじゃありませんからね。何の、え、アンケートだから、まだ、あのコミュニティレベル低いんでアンケートできないんですよ。ね、多分レベル25になったらねアンケート機能ねつくんですけど、まだコミュニレベル低いですからね、アンケートできないんです。残念ですね。裏やるか枠でやるか。いやだからアンケートできないしね、うん、ね、多数決で聞いたからってね、別にあれする変える気はありませんよ、うん、退屈で見たくないっていうのはね、まあね、リスナーさんがね他の枠見に行けばいいんですけどね、ね無理して見なくていいですから。ね、裏をこれでやったからってね、この枠が、ね、裏 100% 枠 0% 33分さえいらっしゃいよ。だから裏はね、裏でこれねやったからってね、だからこの時間がね配信枠っていうか別のゲームになるってわけじゃありませんからね。枠でやれって少数派がいるから帝王廃止になっている。いいじゃないですけど、じゃあ何ですか、じゃあ今いるリスナーさんでね、その裏っていうかね、裏っていうか裏でやってほしいって裏でやってほしいって人いるんですか。ちょっとね挙手でもいいから、それだったらコメントしてくれませんか。どれぐらいいるか、まあね多いからって裏でやるとは限りませんが、裏一人枠でいいよ。個人的にはファイナルファンタジー8見てわからないし、うん、っていう人は反対一人、うん、今1対1ですよね、うん、枠、はい、枠2対1、はい、睡眠時間削って放送し続けろそりゃ無理、私幼女だけど作業枠は深夜か早朝か昼にして、はい、どういうことへ3時結婚さんいらっしゃい、日の月にしていいんでないのね、はい、まあ、うん、早朝深夜か早朝か昼にしてて、そういう意味じゃ今ね作業枠昼やってるじゃないですか。早朝はちょっと無理ですけどね、深夜は深夜でね、今ペルスナーであのレベルアップだし、桃鉄で佐久間から逃げるな、桃鉄で嫌です、逃げます。帝王大好物幼女のお願いだぞ聞け、どういうこと、知りませんよ別にあなたが幼女だからってね、僕が何でも聞くってわけでもないし、まあ見て、まあ、
やっぱりね、別に裏でやれって人は足押す派みたいですね。うん、まあどうせあとね、5、6時間ぐらい、7、8時間で、うん、どうせ終わるでしょうからね、今週っていうか、まあ来週にはね、この作業終わってますから、まあ気長にお待ちください。自分と渋谷の子供が欲しい。43個目さんいらっしゃい。シーバーの子供欲しいですか。まあ俺女でしょうね、だって。シーバー、あんまり。可愛くないしな。帝王モノマネして渋谷は上手そう。何のモノマネっていうか、上手そうって何が上手なんですかね。腰使い。腰使い。シーバー、そうですか。ねえ、うまいかな。どうでしょう。あ、まずい。こいつはダメ。否定するとできないアピールがうざいから自発的にモノマネ。ねえ。だってモノマネって言っても僕誰に似てるかね、あんまりわかんないし、うん、いいケツしてる芝。いやーこいつはもうやだ、許して。なんでこいつこんなにね、早いっていうか、2回攻撃っていうか。あ、しかも死ぬじゃない、かまとと下手したら。危ない、ちょ、危ない。かまとと死ぬとこだった。逃げるとか帝王最低だな。だって逃げなきゃ死にますよ。日付変わるまでやり続けろ。50個目さんいらっしゃい、無理ですよ。ね、ちょ、ね、うん、まあ2時間やりますけどね、あの7時から今日桃鉄もやりますし、うん、それは無理ですね、無理な相談。てか、元気穴とやりたい。誰ですか、元気穴。誰、知らない、元気やなんて何ですか。今日の夜は桃鉄か、はい、楽しみだ。ねえ、なんとか、まあ風神もちょっとね、うん、まあ実質その次でしょうね。7段、何でしたっけ、陽気比でしたっけ。
幼児期ぐらいになったらさすがに感じたいんですけどね。ファイナルファンタジー15のキャラ15、あ、僕、うん、あんまり最近の FF はねやってないんで、うん、多分10ぐらいかな、10ぐらいまでしか、うん、やってないんで、それ以降は申し訳ないですけど知らないんです、キャラ、うん、元気やなっていうか。でも FF ね15って確かね、キャラクターって男しかいないんじゃな ないでしたって、よくわかんないですけど。ここはシュガ無理しか言わない放送だったのか。そうです、知ってたけど。知ってたなら改めて言わなくていいでしょう、ね、いくらなんでもリスナーさんのためにね、そんなねできないことでもね、なんでもなかってやろうってことも違いはありませんから。帝王が育たないバグが治らない、謝罪して。え、僕はあのバグというか、それはもう仕様ですから育たないです、僕は生まれながらに。諦めてください。障害持ってらっしゃるんですか？どうなんでしょうね、うん、持ってるような気もするんですが、うん、まあね、ちゃんと病院でね診断してもらったら、うん、そういう障害持ちで認定してくれんのかな、うん、ね、そしたらね年金もらえて僕のね老後も安泰ってね、あれですけど、まあ多分ね、診断しに行ったらね、多分十中八九甘えだって言われて追い返されそうですけど。で僕にね、半分横流してね、もらえればね、僕も安泰なんですが。いや、ダメですよ。そんな大してもらえないでしょ。半分なんて渡せませんよ。せいぜい100円ぐらいで、我慢してくださいよ。セーブしとこう。
だいたい今40分で5レベル、1時間20分で10、2時間で15。いやまあそんな都合よくいかんでしょうしね、こういう逃げるやつ逃げなきゃいけない敵も出るし、いいんですよね、行って、逃げるリスクも高いんですよね。こっちだったらいいんですが、
ドラクエ8かと思ってきてみたらこの手いたらく。どういうことですか。58コンさんいらっしゃいませ。どこにドラクエって書いてあります。どこにも書いてないでしょう。ドラクエ8はみんなの心の中にあります。そうですか。コビティフォローどうもありがとうございます。何がの、どう、嘘でしょそれ、ね、ちゃんと F8 で来たでしょ。カタカタさんはね、何が6万8じゃないなんて、どこに6万なんて書いてあります。まあね、本当はね、うん、だ FF ね、うん、誰が帝王をフォローしたんだよ。よほどのバカかお知らせなんだろうな。もしかしてあなたがフォローしてくれたんじゃないですかね、まさか。なんかタイミング的にはね、その方がしっくりきますけど、うん、ね、そうだとしたらありがとうございます、うん、まあね、こんなつまんないね、レベル上げ作業でね、わざわざフォローしていただいて、なんで私が、あ、うん、あんたなんか、あ、ツンデレだ、あ、間違いない。間違いない。あ、どうも本当フォローありがとうございました。うん、まあちょっとね、この作業枠はつまんないですけどね、他のね縛りは一応ね、リスナーさんにも楽しめるようにって一生懸命頑張ってますから、うん、まあね、うん、この後のね7時からの桃鉄なんかも桃鉄はちょっとダメ、まあちょっとねぐだった感はありますが、いやいや本気で俺じゃないよ。俺は生まれた時からズムだからとっくに米入ってるよ。どういうことですか。いやちょっとまあまあね、前半わかりますよ。まあでもよくわかんないですよ、その生まれた時からだからゴミだから、まあまあそこはまああれだとしても、だからとっくに米入ってて、別にうちの米は別にゴミの人は入ってくれとね、そういう勧めてるわけじゃないんですけど、その歴史だとね、僕のコミュニティフォローしてるね、リスナーさんみんなゴミってことになっちゃいますよ。それはさすがに失礼でしょう。吹き溜まりですからね。自分は友を呼ぶって帝王さんがよく言うから。ああ、確かに。ドキなんですか。65個目さんいらっしゃい。ああ、吹き溜まりか。そう言われると、確かにね。やっぱり似たね世代っていうか似た境遇の人が集まってくるもんなんですかね。ルイは友を呼ぶ、うん、深いですね。どうもグムリスナーです。66歳いらっしゃい。もう言ってよ。66歳いらっしゃい、うん、え、いや、え、だってまあいらっしゃいますよ。だってね、自分でね、ゴミリスナーですって言えるぐらいね、あれしたね、コミュニティの方が楽しいでしょ。ね、変に着飾るよりはね、もっとありのまま、ね、私がコメしたら随時いらっしゃいください。いや、無理無理ですよ、そんなのいちいちあれしてたら。コミュニティフォローありがとうございます。何なんですかね、なんかコミュニティ入ってるなんか誰かね、同じ人がね、抜けたり入ったりしてるだけっていうのは、そんな気もするんですが、大体ね、こういう展開って、そういうパターンが多いんですよね。って思ったら、あれ、本当に増えてるかな。あ、これはどうもありがとうございます。ね、言ってこんなね、単純な作業配信で、わざわざコミュニティフォローしていただいて、ね、本当感謝ね、感謝の気持ちでいっぱいですから、うん、
ね、こんな言ってね、ただね。いつも疑うし。疑うじゃないですけど。確か前にあったんですよね。なんか誰かね、同じ人がね、コピー機、ね、抜けたり入ったりして、なんかすごいね、連続でね、フォローしましたってコメント。こんなにどういうことって思ってね、調べてみたら。コミュニティの人数は増えてなくて同じ人が出たり入ったり、まあさリスナーのせいにする。違う、だからそういうことがあったからやっぱり、ね、ちょっとねえ、やっぱりね、そういう可能性を持って疑いたくはなるじゃないですか。フォローしてもらってる分際で、まあ、たリスナーのせいにする。いや、そう、リスナーさんのせいにはしてないでしょ。ただ、ちょっとね、気になったから、調べたっていうか、確認しただけですから、そんな。別に、疑っているとか、そういうのとはちょっと違いますから。私もグムでありたいんですが、妻がいたらダメですか？そんなことないとダメですか？そんなことないですよ。別に、うちのコミュニティ別にゴミリスナーじゃないとダメとかってね、そういう条件ありませんから。別にどんな人でも、どなたでもいいですからね、気軽にフォローしてね、コメントしてくださって構いませんからね、気になさらず。でもあれですね、そっか、HI さん、再対処なんだ。言って結構なぜかね、うちのリスナーさんで、なんか、いや、組でありたいんです。いやいや、そんなこといいじゃないですか。勝ち組で ありたい方がいいでしょう。勝ち組であってくださいよ。帰れ、既婚者は帰れ。誰もそんなこと言ってないでしょ。ダメですよ、そういうこと言っちゃう、うん、でもね、うちのリスナーさんなぜかね、うん、独り身というかね、まああと言うのはね、ちょっとバツイチというか、うん、そういう方がね、結構見かけますからね。うん、ね、HR さんもそんな、ね、ね、戸籍に罰がつくような、ね、あれ、ね、ならないように気をつけてくださいよ。うん、ね、うちの、ね、ある意味、希望、期待の星というかね、ホープですから、いや、そんなしょぼんしょぼんしないで。うん、別に、ね、うちはどなたでもいいですから。しょぼん。なんでチョコさんがしょぼんしょぼんするんですか。まあプライベートうまくいってたらニコ生入り浸らないだろう。そういう身も蓋もないこと言わないの。そんなこと言ったらね、ニコ生でね、どっぷりゲーム配信してる僕の立場はどうなるんですか。いや、まあね、当然負け組のね、うん、最底辺ですけど、時間差でしょぼんしょぼんしょぼん。ここが底辺のたまり場か、安心する。はい、どうも、83コメさんいらっしゃいませ。底辺だらけ、まあね、自称です。うん、意外とね、こういうとこにね、本当のね、リアルな勝ち組がね、潜伏してたりなんてこともあるかもしれませんが、本当は俺以外リアミツルなんだろうな。いや、そんなことないですよ。僕という最底辺がいる限り、うん、安心してください。僕より下はいませんから、絶対。うん、だから僕をね、下に下ろしてね、安心してください。底辺には底辺にあった幸せな結婚生活があるのです。そうなんですか。うん、
いや、僕にはあんまりね、その結婚以前ね、女性とお近づきになれたね、ことが一度もありませんからね。うん、いや、でも、いや、そうね、おっしゃる通りですよね。たとえね、うん、まあ、底辺とまでは言わなくてもね、やっぱり、ね、そういう相手がいればね、やっぱりね、幸せな人生ね、十分送れるはずですから。底辺の王だから、そういった幸せもありません。そうですよ、ありませんよ。僕はこのまま一人ね、うん、孤独に寂しく、のたれ死んでいく運命ですから。まあ、それね、その死ぬまでの過程をね、皆さんとまあね、ちょっとでも楽しい思い出を残せればと思ってね、こうして配信してるわけですから。ね、僕もそう長くはないでしょうから、そのね、ほんのね、就活の、あ、そうそうってないな、なんでかな。なんか覚えましたね。これからです。生きてればいいことがあるって言いますけど、はい、うん、これ本当ですよ。あるかな、僕に。いや、もう僕の終わったんじゃないかな、いいことは。うん、あとは特にないんですよね。うん、今の時代結婚相手は男でもええんやで。いや、それは嫌だ。そんな別にそこまでしてね、結婚っていうね、形にこだわりたくないから。うん、そんな男と結婚するぐらいだったら。言ってるだけで丸儲けって言ってた人いたでしょ。そうですか。誰。イケメン金持ちだけ女と結婚して子供産めばいい。俺たちは女とは体の関係だけでいいんだ。それでいいんだ。別にいいんですけど。いや、僕そのね、女性とね、体の関係すらね、持てないですからね。どうやったら体の関係までこじつけられるんですかね、言って。いくらね、体の関係。結婚できる世の中になりますか？文帝王さんからの質問です。なりません、ありません。ね、体の関係だけだってやっぱね、イケメンとか、ね、痩せて働きゃいつでもいけるよ。痩せないとダメか、じゃあダメだ。ね、でもやっぱりまあね、痩せてっていうか、やっぱりね、容姿良くないとね、話にならないでしょ。やっぱね、そう考えるとね、イケメンっていいですよね。もうね、人生ね、イージーモードみたいなもんですからね、イケメンってだけで。羨ましい。金があれば全てを手に入れられるんだぞ。金か、やっぱり金の方がいいのかな。金かね、金あったらね、何でも、まあ何でもって言えないけどね、人生ね、ほとんどのものね。イケメンは楽だろうけど、それだけじゃないよ。そうですかね。まあ、それはね、イケメンにはイケメンのね、苦労もあるかもしれませんけど、最低限の容姿と小綺麗さは必要だ。でも金はそれさえも無視できてしまう。そうなんだ、いいな。やっぱね、お金持ちに生まれたかったですね。コミュ力高い覆面が一番生きやすい気はする。そうですか。まあ確かにね、コミュ力あればね、何とでもなりそうって。人生って波があるよ。そのうち津波来ますよ。海の木図と消えるか、うん、波に乗れるかはあなた次第です。いや、海の木図でしょ、どう考えたら。波に乗りたいね。うん、言って俺も不細工だし、これ NG なのね。え、そうなの？じゃあ準備をしておきなさい。何の準備、どう対策すればいいの？イケメン、あ、まあね、それぐらいだったらね、ちょうどいいでしょうけど。不細工ってダメなんだ。まあ言っちゃうね。まあ確かに。あれですけど、不細工。ああ、やっぱり勝ち組になるためにはもう生まれ変わるしか方法ないのかな。
まあでも好みだから見る人が見ればイケメンや普通面に見えるのか。いやどうでしょうね、僕の顔はね、どう客観的に見てもちょっとね、ぶっさいっていうか。悲しいこと言うなよ。ひらたが午後5時をお知らせします。あら、5時か。あ、そっか、30分延長したから、あと1時間やんないとか。めんどくさい。もう早く終わって。もう飽きた。このゲームっていうか、レベル味も。もう40時間やってるんですよ、このゲーム。40時間のうちの30時間ね、何って言ったらレベル、これだけ人気なんだからもう勝ち組だよ。人気ってことのあれでもないでしょ、過疎なものしですよ、まだまだ。いや、終わっていいんで、いや、ダメですよ。106個目さえいらっしゃい。ね、人気なものしてね、やっぱね、サンジさんとかね、もっとそれぐらいのね、大手になってこそでしょう。こんなん言ってまだまだ過疎ですよ。それこそね、配信でね、金稼げるくらいね、人気にならないと意味ないですからね。スジャータさん、どうしてグレープフルーツ果汁 50% で 100% の時と同じ値段設定なんですか？え、どういうこと？何のジュースですか？あんまりね、なんかやたら詳しい質問で、細かいっていうか、うん、詳細な質問ですが、具体的にどの製品のこと言ってるんですか？ゲームなら勝ち組になれるぞ、頑張れ。ゲームね、ゲームの中でね、勝ち組になれてもね、なれんのかな。カッソ。カッソですよ。カッソですよ、もう。ね、言ってね、1日8時間ぐらいね、毎日欠かさず配信してるのにね、全然ね、リスナーさんね、全然増えないし、もう。もうあとはね、下り坂ですよ、もうこっからは。ロマサガさんのトレードで1兆稼いだ俺は勝ち組だ、やったー。すごいっすね。1兆ですか、行きましたっけ、1兆とか。ね、ドマサが昔やりましたけどね、あのトレード結構面白かったですけど、一丁とか行ったかな。まあね、最近はまあね、ドマサがのトレードになってね、モモテスでね、お金一丁目指してって感じでやってますけどね、どういうわけかね、貧乏が物件1個残してひたすら週送り。ああなるほど、そういうこともできるか。ね、ただ僕の桃鉄はね、なぜかね、貧乏神がね、寄りついてきて、ひたすら借金だらけの生活ですけど。まあ、もしよかったら、あの、7時からのあの、桃鉄見てくれればね、僕の、ね、お金持ち羨ましいですよね。豚バラブロック 500G をおでんのつゆで一晩煮込んだら、肉部分が裂けるチーズみたいにほぐれて凄まじいうまさです。そんな、あーなんか美味しそうですね、聞いてるだけで。でも一晩煮込むのか、大変そうですね。裂けるチーズみたいに。ね、美味しそうですね。今度やってみましょうかね。てか、そういう話聞くと、あの、お腹空いちゃうから、ね、なんか食べたくなっちゃうね。あんまりね、そういう、こういうね、夕飯時に、そういうね、コメントをされると、僕まだあと1時間。ね、美味しそうですけどね、今、作業中ですからね、ましてやね、我が家にはね、豚バラもそんなありませんから、あんまりそういう美味しい話されると、ちょっと僕としてはなかなかちょっと辛いんで、そういう食事系のコメントはちょっと今の時間帯はちょっと控えてくれると嬉しいかなっていうか、食いたくなってきた。下ネタならいいですか？ダメです。
なんで食事ネタダメにして下ネタに行くんですか。そこがよくわかりません。40時間なこれ、35時間ぐらいがね、多分レベルありですからね。こっちはもうダメだし、ああまずい、しかも先制された、まずい、死ぬんじゃない、まずい、ちょっとやばいんじゃない、シュートね、なんかこいつずるいっすよね、こいつ2回行動ってことでしょ、あれもダメこれもダメ、下ネタを取り上げられたら俺にはもう何も残ってないよなんでですか。もっとその下ネタ以外のネタを発掘していきましょうよ、何か、うん、せっかくですから、別にね、笑いって別にね、下品じゃなくてもいいんですから、もっとね、上品な笑いをね、目指していってもいいんじゃないですかね、これを機にね、ここのね、配信でね、何かまあ練習って形でもいいですし、そうしましょうよ。食べ物ネタダメということなので、はい、最後に、はい、無類のドーナッツ好きの私はドーナッツ買いに行ってきますはい、どうも、行ってらっしゃい、さよなら。ドーナツとかもいいな下品な体してるくせに、いいじゃないですか下品な体だからってね、そのね、上品な配信目指したっていいでしょう。そうそう、どっか場所変えた方がいいのかな。こいつはね弱いんですけどね、こいつ本当に経験値がしょぼいですかね、多分30ポイントぐらいしかくれないですね、すっごいドキッチっていうか、80くれんのか、まあでもダメ、いやそうそう、ちょっとなんか別の狩り場探さないとダメかもですね。こういう海岸線に意外と美味しいね、餌っていうかモンスターが出たりとかしないのかな。お、3匹、うん、いいんじゃない。しかも弱いし、下品、下下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 何、下に潜伏してたからダメージ食らわないってこと。こっちは、ダメですね、なんか地底にっていうかね、砂に潜ってる時はダメージが全然、ダメージ通らんし、ダメですね、またどっかね、安住の地を求めて、うん、ちょっと探さないとですかね、うん。
どっかないかな。今まで効率考えてなかったのかよ。え、いや今まで効率考えてあそこだったね。ただね、あいつらがちょっとね、こっちのねレベルが上がって敵もね強くなりすぎてきたんで、だから今こうしてもうちょっとね弱くて効率良さげなところないかもう一度探しに、ちょっと探索してるんですよ。どっかないかなって。俺もこっちで強くなりすぎちまった。僕だけだったらねいいんですけど、相手も強くなりすぎちゃってるから。引き爆量過程。相手にちまちまでもいいのかもしれませんが、こっちがあれでしょう、ドールでしょう。やっぱこいつじゃ美味しくないですからね。ファイナルファンタジー8ってシステム難しいって言われてるけどどうなの？どうでしょうね、知り合いに式爆用過程を修了した上級幹部がいます。防衛省に、そんなすごい人がいるんですか。てか、ね、僕その式爆料っていうのが一体何なのかもよくわかんないあれですからね、システム的に難しいってことはないと思うんですよね。僕みたいなね中卒でもね言ってやればね一応頭に入るぐらいですから。ただねなんかねちょっとなんかね納得できないというかね、そういうあれはあるかもしれませんがね、ね魔法をねステータスに装備するっていうのが、そういうのにねあんまりね疑念を抱かない人にはねいいんじゃないかなと思うんですが、どんなもんなんですよね。ね普通の RPG だったらねそのねキャラクターにね武器とかね防具とかつけてね評価してるんですけどね、このゲームはステータスに魔法をつけて強くするっていう、その概念が。ガンビットだったっけ、難しいの。ガンビットは何でしたっけ、12かな。12はね僕もやったことないからですけどね、なんか命令だかでしたっけ、なんかね、よくね設定するみたいな、あったっぽいであるみたいですけど、そうなんでしょうね、当時は7とか8くらいからファイナルファンタジーアンチが増えてきた印象だった。まあそうでしょうね、結構ね7、8でね思いっきりね、特に外見部分がね結構変わっちゃいましたかね。それは仕方ないでしょう。3D へのモデルチェンジはどの作品でも抵抗あるのが普通だよね。ねえ、それはあるでしょうね。本当にね、多分ね、6から7でもね、かなりガラッと変わったし。マリオ64もかなり抵抗あったし。あ、そうですか。いや、僕は
やっぱりね、そのね、3D でね、やっぱり動かしてみたいっていうのはあったから、別にそこはあんまり抵抗なかったですけど、ただプレイもせず風浪だけで8億そ呼ばわりするのはムカつく。131ドラクエは失望した。確かにね、まあね、逆にね、8好きな人はね、そういう風にね、言われるのは腹立つでしょうね。実体のフィールドマップはワクワクしたわ。うん、ね、うん、いやだから本当にね、マリオね、64はね、うん、3D のね、あれ、マップ、本当にフルに動かしてね、生かして、うん、あれはすごかったですね、本当にね、うん。ね、まだ 3D ゲームのね、初期っていうかね、早々期って感じなのに、かなり完成度ね、僕としても、ね、最初の頃の 3D はカクカクしすぎなのかな。いや、それでもね、うん、やっぱり、マリオ64はやっぱ、うん、かなり革新的とは思いまして、本当に。ね、2D のね、ゲームをただね、立体的にしたってだけじゃなくて、本当にまあね、本当召喚獣はファイナルファンタジー8は2番目に迫力あるな。1番は15。そうですか。いや、15はやったことないですよ。まあね、迫力っていうか8の召喚ね、結構長いんですよね。ね、雑魚でサクサクね、レベル上げしたい時にね、こうやってもうちょっとね、短いっていうかね、なんかせめてコンフィグでね、クロノクロスくらいから造形が整ってきた気がする。クロノクロスですか。うーん、どうかな。まあそうは言ってもやっぱね、プレステ1だとちょっとまだね、テクスチャーっていうかね、若干ジャリジャリっていうか、ちょっとね、見づらいっていうのはありますけども、ファイナルファンタジー15の召喚はすごいですよ。そうなんですかね。いやね、僕ね、10以降やってないからね、15とか全然あれですけど、そんなすごいんですよ。まあね、言ってね、まあ一番新しいね、ゲームで、当然ね、グラフィックもすごいでしょうから、まあなんかの機会でね、やれたらいいですけど、まあやるためにもね、ちょっと配信環境ね、なんとかしないといけないのが、現状ですからね、うん、そうそう、買わなきゃいけないですかね、キャプチャーも、うん、作業枠でリスナーおるスタイルに変更中のちょっと待ってください。今真面目にゲームの話題で談義してたのに、何がハモリですか。どこもハモってないでしょ。普通にゲームの話でね、盛り上がってたとこでしょ。どんな敵もおもちゃみたいに転がされて死にますよ。どんな敵もおもちゃみたいにちょっと言葉で言われるとあんまりよくわかりませんが、エアプで避難は論外だけど、 2D の呪縛から逃れられなかったのをゲームのせいにするのも不無だから気をつけたい。あ、まあ確かにね、まあでもね、まあね、ただね、まあゲームによりますけどね、やっぱね、 2D、3D どっちが上っていうのもね、ないですからね、やっぱまあ 3D がね、やっぱ入るゲームもあるし、やっぱりね、 2D の方がね、やっぱりまあ、見やすさ的のね、部分も含めて、やっぱりね、勝ってるってとこもあるんでしょうかね。だから、どっちも魅力ありますよね。そう、だからうまいことね、2D、3D をね、融和っていうんですかね、そうさせて、やっぱりね、純粋にゲームのね、完成度をね、高めるのがね、うん、いいと思うんですがね、2D、3D、どっちがどことかじゃなくて、うん、やっぱりお互いのね、長所をね、うん、それが一番いいと思うんですが、僕らは 2D で育ちすぎたんだそうかな、やっぱりね、まあね、僕らがね、多分ね、ファミコンとかでやってた頃はね、やっぱり 2D しかね、ありませんでしたからね、3D はね、どうしても再現帝王派すぐにディスるからね。何を今日なんかディスりました、今日の配信でディスってないでしょ、何も。やめてくださいよ、そんな僕が何でもかんでも願るみたいな、なんかね、そういう負の要素になんかね、取り込まれた人間かのようにね、そんなコメントするのは失礼な。
こっちの方が楽でいいのかな。召喚呼ぶよりね、ちょっとね、一回の戦闘で。スペースハリアーで寄ってた世代にサンディーゲームは濃く。ああ、でも、ああね、うん。でも僕はあんまり、ね、そのね、よくある、ね、3D 用意っていうんですか。うん、そういうの、てか、ちょっと待って、真っ暗なんですよ。危ない、危ない。びっくりした。うん、やっぱりプレステ2も寿命なんですかね。うん、こまめにセーブしとかないと。うん、とりあえず、アーバイン60まで1時間20分。裏でやるしをディスってなかったか？何ですか？いや、気のせいですよ。気のせいですよ。別にね、その生主さんをディスってるんじゃなくて、だからそういうね、裏でやるとね、チートだなんだって疑う人がいるから、僕はあえて、こうやってね、ちゃんと枠取って配信でね、不正してないってことでやってますから。3D でやって、いや、僕、ないんですね。あんまり酔うって感覚がよく、わかんないんですよね。ねえ、なんかねえ、リスナーさんの中にはね、僕こうやってね、レベル上げしてるときに、違います、言ってますよ、そんなこと。やめてください、僕のあの発言を熱望するのは。リスナーさんの中にはね、こうやってね、あのカメラっていうかね、くるくる回してるだけでもね、酔うからやめてってね、言う人いますからね。うん、大変ですよね、その3ね、そのおかげでね、 3D ゲーム自体ね、できなくなるっていうのもかわいそうだし。おー、強い。サンディ酔いするからドラクエ8やバイオ4もきつかったよ。でもすごいですね。それでもやったんですね。うん、ねえ、つらいのにね、うん。こういうのでね、こうやってくるくる回してるだけでもね、酔うって人いますからね。自分でやってたら平気だけど、配信だと酔うことあるな。うん、そうですか。ねえ。が多いよ。同意を求められても僕らは答えられないよ。いや、口癖だから別に同意を求めてるってわけでもないと思う。ね、蜂がね、多分ね、あれでいいと思うんですけどね。11とかみたいにね、なんか細かいね、マップね、切り替えよりはね、あっちの方がね、僕もいいと思ったんですけど。あ、やばい。いた、やめて。ちょ、こいつやっぱ強いですよね。いた、ドッキュ。あ、大丈夫か。弱い方か。ゴム人間かよ、わら。いや、てかあいつがすごいんですよ。あいつがね、多分触ったやつをゴムにするって感じの、花山香るみたいな敵ですね。そう、そういうことですかね。ね、握力で全てをね、なんとかしよう。蜂は戦闘のテンポに切れながらやってました。蜂ってどっちの、あ、ドラケンの方ですか。確かにね、うん、
センターちょっとね、やっぱね、テンポ悪くなっちゃってましたよね。まあ、それもね、やっぱり3D 化のね、弊害というか、うん、難しいとこですよね。うん、あ、また真っ暗。ちょちょちょ、遅い遅い。ちょっと、やばい、怖い。リメイク版で戦闘の高速化実装しましたからね。あーみたいですね。僕ね、あの 3DS 版のやつはやってないんですけど、うん、まあどれぐらい速くなったか、うん、分かりませんがね、うん、まあそれでね、戦闘のテンポは良くなるね、なったならまあいいんでしょうけど、テンションなんてようわからん要素も原因だった。テンションは、うん、いやまあテンション自体が悪くないと思うんですがね、あれね、言ってね、あれスーパーハイテンションになるたびにね、なんかすごい無駄に長い演出があるのが、僕は それが嫌でしたね、うん、テンション自体は否定しませんが、まあでもね、言ってね、貯めたもん勝ちみたいなところもありましたからね。タンバリンないとテンションの恩恵生かしづらいですね。ね、まあ結構ね、あれ終盤でないと手に入らないでしたっけ、タンバリンも、うん、確かね、あれなんかね、合成っていうかアイテムの関係でね、タンバリン2個にするかね、なんか別のねアイテムにするかってね、なんか二者択一でね結構迷うんですよね。なんか図鑑コンプとかね狙うんだったらね、なんかね、そのタンバリン2個はね諦めろみたいなありましたよね。多分ね、2個あれね、もう全然ね、余裕で敵なしでね、クリアできるんでしょうけど。懐かしいですね。まあね、ドラクエ8もね、いつかやれたらやりたいですね。ゲームありますから。やっぱりここがいいのかな。なんだかんだ言って帰ってきてしまった。その時は素手どころじゃなく裸縛りでお願いします。裸縛りって何ですか、装備禁止ですかね。ドラクエのね、やっぱり楽しみね、一つとしてね、やっぱりね、戦闘でね、レベル強くなるっていうのもね、あれですけど、言ってね、ドラクエのやっぱ楽しみってね、お金貯めてね、強い装備に変えてね、ファイター呼ぶたびにアニメーションはいるのもなんとかしてほしい。ああ、まああれはアニメっていうか読み込みでしょうね、多分。まあそこは、あれですけど。ね、ドラクエのね、やっぱ楽しみの一つね、ね、お金貯めて強い武器買ってね、装備してね、俺強えってするのがあれなのに。そう、褒美も禁止や。それはそれでなんかね、ちょっと楽しみが損なわれて、いやまあね、確かにドラクエ3だね、お金禁止。やりましたけど、装備なしでもクリアできるんですかね。まあレベル上げればね、多分なんとかなるでしょうけど、
俺だったらもうお金禁止ドラクエでお金禁止8できるんですかね、クリアって、うん、何かしらでお金払わないとダメだったような気もしますけど、装備禁止。橋の良いところはモンスターを召喚獣のように使えることだね。でもバリエーションが少ないのが。そうですね。僕だったらやっぱね、ドラクエ5みたいにね、仲間モンスターで一緒に戦える方が嬉しいかなと思うんですが。まああとはね、8はね、倒せばね、一応スカウトっていうかね、100% 仲間にできますからね。そういう意味ではね、ドラクエ5みたいなね、僕にとってはちょっと足りないかなってあったかもですが、ジャンガスの不思議のダンジョンみたいにデスピサロ、オルゴデミーラ、ミルドラース、エスタークのパーティを組めればいいのに。そんなことできるんですか？いや、ごめんなさい、実は僕、ヤンガスもね、やったことないんですよね。ドラケー好きなんですけどね、結構やってないゲーム多いんで、うん、ヤンガスも、なんですか、仲間モンスターみたいなのできるんですかね、うん。そうですね、ちょっとゲームはないですけどね、高いんですよね、ヤンガス、なんだかんだ言って。ね、ブックオフで見てもね、安かったら買おうかなって、好きあればっていう感じですけどね、トルネコ3と一緒で、1000円ぐらいするんですよね、ちょっと高いんですよね、1000円ぐらい払えってね、言われそうですけど、僕にとってはね、1000円もちょっと死活問題すぎるんで、1000円って500円ですね。トルネコさんの心みたいなものですね、ヤンガスは。なるほど。まあね、トルネコ3も僕ね、やったことないんで。ね、仲間モンスター好きならね、その2つやった方が良さそうですね。まあ何か機会があれば。まあドラクエ5終わってからでしょうね。それにモンスター配合要素がついた感じ。なるほど。いや、ヤンガスがってことですか。ああ、なるほど、なるほど。配合もか。ね、そう聞くと。新宿2丁目で体で稼げ。うん、なんで、どこですか。どうせなんかあれでしょ、ホモとかね、ホモビとかね、あれでしょ、ゲイとか、そっち系でしょ、嫌です。ああ、お金欲しい。お金くらいなら僕があげるからヤンガスやりなさい。いや、くれるのはそりゃ嬉しいですけど、ヤンガスぐらいって言い方もどうかと思いますね。まあとりあえずね、ヤンガスもね、モンスター仲間系ならドラクエ5終わってからでしょうか、ね、ドラクエ5言ってね、まだ3ヶ月はかかるでしょうから、まあそれからでしょう。ヤンガスぐらいとは言ってない。いやそうですけど、まあね、やれたらいいですね、ドラクエ5のアートママ枠で。でもそれはそれでまたやっぱりね、どの程度か分かりませんが、
作業になっちゃうんですかね。疲れた。いちいち呼び出しやがってて、要最低だな。何のことですか。何ですか。レトロ社長さんいらっしゃいませ。いちいちよ。何があったんですか、そんな。ああ、取り手そっちか。アマゾンギフト券500円分から乗用できればいいのにね。そんなことできんですかね。よくわかりませんが。よくわかんないですけどね、ギフト券ってマーケットプレイスとかの商品でも使えるんですかね。やっぱりアマゾンからの購入でないと使えないんですかね。まあどっちでもいいですけど。まあ帝王さんには大きな借りもあるし、ヤンガスの代金くらいなら払ってもいいよ。ていうか、何ですかね、大きな借りってなんかありまして、なんか僕そんなリスナーさんに大きな貸しとか何もないと思うんですが、まあいいですよ、そんなヤンガスぐらいなら僕がなんとか、工面してね、多分まあね、配信することになったら、それぐらいはなんとか自分でケツ持ちますよ、厳密に言うと帝王さんのリスナーさんたちに恩があるんですけどね。リスナーさんたちに恩がある、まあよくわかりません。それだったらね、僕じゃなくても、なんか、リスナーさんたちに何かね、してあげたらいいんじゃないですかね。じゃあ、今度甘いものでも配ろうと思います。ああ、はい、それでもいいんじゃないですか。休憩時間に聞いたよ。またママに買って買って言っておねだりする気なの。ジョニーデップさんいらっしゃい。いいじゃないですか。僕にはそれしかもうね、手段がないんですから。親におねだりするしかないでしょ。菓子折りの方が高くつくじゃねえか。知りませんよ、そんなこと。高くつこうがね、そんなね、直接ね、菓子があるっていうなら、やっぱ直接ね、恩返しっていうかした方がいいでしょう。借しはない、借りがあるんだ、貸しはあるけど、帝王。貸しがある、泣いちゃって、帝王最低だな。そんなこと言えないでしょ。やめてくださいよ、そんな僕の心を勝手に代弁すんな。僕そんなね、常にね、笑いばかりにね、飢えて追い求めて
ね、追い求めてるようなあれじゃないですから。かしやない。仮にね、何なんでしょうね。そうやってね、思わせぶりなことを言われると、僕もね、気になってしょうがないですけど。帝王の思考と俺は一緒なのか。なんですか、もう僕。なんで学士なんですか。別にいいですからね。人間の思考なんてね、少なからずね、似通ったあれですから。主のゲームやりたいからなんとかするわ、ママに泣いておねだりする気なってことだよね。まあ帝王さん、渋谷に行くのにもう出ないといけないんじゃないですか。どういうこと。なんで渋谷に行かなきゃいけないんですか。さっぱり状況がちょっと見えてないんですが、渋谷に今日なんかあるんですかね。別にないでしょう、ね、今から渋谷とか帝王何がウェイですか。何も何なんか渋谷でなんかあるんですか今日っていうか、ああもうこちら、いや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 、ね、殴ってね、シュートってこれずるいっすよね。2回行動でしかもダメージが幼女大運動会だってさ、ハロウィンだよ。帝王ってウェイとか言うんだ。言いませんよ。渋谷でグムがばらまかれる日です。ハロウィン、ハロウィンなんだ。え、だってハロウィンって31日じゃないんですか言って、あんまり詳しくないですけど、土曜日だから週末だから今日やるんですか、なんかハロウィンのイベント、ねえ、でもね、ハロウィンなんてさ、ハロウィンじゃないです。どこぞのステーキじゃないんですから。ハロウィンってね、そんなに言うほどね、昔から騒がれてたイベントじゃないですよね多分ね。僕らぐらいの世代なんかね、ハロウィンってね、多分何ってね、知らない人の方が多かったでしょうしね。本当にね、なんかここ最近っていうかね、ここ10年ぐらいでしょうね、なんかね、まるで早く渋谷に集う上に苦言を呈してください。知りませんよ、勝手にやってるって感じですけどね。ハロウィンね、なんか本当にここ10年ぐらいでなんか急にね、なんか浸透したというか、そんな感じですけどね。そんなもう何が楽しいんですか。収穫祭でしょ、たかだかね言って。うちらは何で収穫祭でしょ。お菓子でにソフトラテちゃうぞって言え回るんだよ。いいですよ、お菓子ごときのためにそんなことしたくありませんよ。ねえ、なんかねえ、多分ね、どっかのメーカーがね、金儲けのためにね、無理やりなんかね、そういうブームっていうかね、なんかね、先導してるんでしょうけどね。あれと一緒ですよね、あのね、ほらあのね、節分のあの恵方巻きでしたっけね。あれもね、なんかね、ここ最近急にね、節分でね、なんかね、恵方巻き食べるんだよってね、バカみたいね、なんか本当にね、どこが先導したか知りませんけど、ね、それね、何が、まあね、メーカーも悪いですけどね、そういうのにね、乗せられる人が一番ね、ダサいっていうかね、アホですよね。もっとね、自分ってものを持つべきだと思うんですけどね、僕としてはね、みんなが騒ぐから僕も騒ごうみたいなね、そういう便乗が僕は一番大嫌いです。
ね、実際ね、多分うちのリスナーさんだってね、そんな昔からハロウィンでね、なんかやってたって人いないでしょ。ね、多分ね、うちらぐらいの年代じゃね、ハロウィンなんてね、多分存在しなない人の方が多かったでしょう。っていうコメントをしてみたんですが、なんか全然無反応ですね。ケルト人の1年の終わりは10月31日で、この夜は秋の終わりを意味し、冬の始まりでもありよんものの霊が家族を訪ねてくると信じられていた。最高だな。そうですか。あれケルト人のね、ね、ハロウィンガチャが楽しみなぐらいだな。よってハロウィンはキリスト教の祭ではない。まあそりゃそうですよね。キリスト教とは違うんですね。ね、日本なんか別にね、キリスト教ね、祀ってるわけでもないのにね、やれクリスマスだとかね、あとね、バレンタインだとか、もう何でもありですよね。金儲けのためならね、何でもイベントにして。日本人としてね、そういうのね、ないんですかね、プライドというか。ね、せめてね、もっとね、日本のね、昔からのね、そういう伝統をね、大切にするっていうのはね、まだ僕もね、まあ、わかるんですけど、ね、そんな言ってね、海外のね、そういう文化や風習をね。そういう時の西洋の口調って引っ叩きたくなるほどにクソいよな。そうですか。そうですか。僕は普通に語っているつもりですが、どうですかね。あんまり意識してませんでしたが。じゃあチーズケーキおやつ食べたから仕事戻る。はい。また夜の配信で遊びきます。またに。はい、どうも、いってらっしゃい。頑張ってください、お仕事。ブリブリです。何がブリブリですか。63か、今日50ぐらいから始めて13ですかね。やっぱりあと6時間はやんないと多分終わんないでしょうね。でもね、こいつから逃げないとって、いやー、本当にどっかね、いい帰りの効率のいい場所ないんですかね、こいつのね、殴ってからのシュートってね。痛いね。しかもこれで結構ダメージ食らうんですよね。もうやだ。どっかないのかな、効率のいい場所っての。ああ、まずい。これ死んじゃうね、もしかしたら。
じゃあ飯行く、桃鉄で会おう。はい、どうもお疲れ様です。はい、僕ももうちょっとしたら終わりますね。また桃鉄で。あら、死なない。なんかありそうですね、あそこの森。
やっぱりここはいいんですかね。あ、もう時間ねえよ。じゃあこの戦闘でラストにします。はい、じゃあセーブして終わります。はい。はい、お疲れ様でした。